じゃあそしたら最後のクエスト行こうか。確かこれがさ、ストーリー終わった後に増えたやつだもんね、セアトロさん。あの声どうにも気になるな。あの声なんだ。おや、ヒューガさんじゃないですか。そうだ、あなたなら腕も立つし安心だ。降りて頼みたいことがあるのです。なんだね、なんだね。実はですね、先日久しぶりに街の外に出てみたのですが、そうだよ、恐ろしい声を聞いたんです。地に植えた野生の獣がうなるような身の毛もよだつ声が聞こえて、私は腰を抜かしてしまいましたよ。なんとか立ち上がってその場から逃げてきたのですが、どうにも声の正体が気になるのですよ。声の正体なんだろうな。もしあんな凶暴な声の主がこの町を襲ったりでもしたら、我々は一人たまりもないでしょう。町に何かあっては、今留守にしているエドワールドさんに申し訳、うわー、留守にしてるか。どうかお願いします。ムニカの町を守るために、あの声の主の正体を主だったわ、突き止めてくれませんか。陽気にケリガーデスの枝。いや、おー、感謝します。声はムニエカ地方の西にある森の奥から聞こえてくるようでした。あの森には魔物が生息していますからね、十分に準備をしてから向かってください。了解。あ、ユーリー敵の追走か。あれ、もうそういう話になる。じゃあ強いでいこう。あ、洞窟のロベール、はあ、まあとりあえず行くか。じゃあカガロンよろしく。うわ、嘆きじゃなくて洞窟になったか、俺じゃん。ごめんな、ロベール。いや、あれ、これ結構まずいのでは。カガロン、ありがとう。すまん、カガロン、ありがとう。ごめんな、不甲斐なくてごめんな、俺。よし、どんどんやっちまえ、みんな。その調子だぜ。どんどん行こうぜ、アイギス、おい。あれ？え？あれ、これ確定？確定な。結構嫌だ。結構ちゃんと嫌だ。最強の術師としての力を見せちゃうよ。痛い。やめて。このタイミングでやるのだけはやめて。カッコつかないじゃん。カッコつけたいじゃん。一動画一回ぐらい。一動画で俺一回ぐらいやっぱカッコつけときたいもん。ほら、やったー。しかもな、バージョン7。まあ、本編というか、サブ系というか、ここで一旦終わるからね。ちょっと、ね、かっこいいところは見せときたいじゃん。真空竜巻！さあ、みんな行くんだ。ここで型をつけようぜ。やっべ、カガロン来て。頼む、カガロン。ありがとう。瀕死状態だぜ。で、倒したけど何だってんだよ。洞窟のロベールの姿が光に包まれて溶けてゆき、なんと光の中から男性の幽霊が現れた。ロベール、あんただったか、ロベール。俺の名前はロベール。お願いだ、話を聞いてくれ。あ、どうしたんだよ。あんた、前もここで戦ったよな。俺のことが見えるのか。どうか話を聞いてほしい。俺の名はロベール。かつてムニエカの町で暮らしていた。俺は人魚の体で生きることが耐えられなくて、長い間苦しんでいた。あんなのは人間のする暮らしじゃない。俺はこの苦しみを終わらせるため、自ら暖炉の火の中に飛び込み、人形の体を焼くことを選んだ。うーわ、えげつねえな。これでやっと楽になれると思ったのに、残していくお袋の顔が頭をよぎって、気がついたら幽霊になって街にいた。あ、そうだったんだ。天に召されることもできず、お袋にも誰にも気づかれずに一人きり、たまらなくなってこの森に逃げ込んだんだ。森の中では毎日毎日自分の不幸を嘆き、泣き叫び続け、ついには魔物になっちまった。あ、そういう経緯だったんだね。あんたのおかげで正気を取り戻せたが、この胸にある心残りを解決しないことには、また同じことになるだろう。俺の心残りは町に一人残してきたお袋のことだ。喧嘩してそのまま別れちまったから。まあ、そっか。だが自分の体がない以上、お袋に俺の声は届かない。と、間に合わせていいから新しい体が必要だ。あんた、俺の新しい体、人形を作るために協力してくれないか。頼む、この通りだ。でももう作れるやついねえけどな、あの町。本当か、感謝するぜ。初対面の幽霊に付き合ってくれるなんて、あんたいいやつだな。まあ、そうね。
まあ普通はね、初対面の幽霊に対してこんな寛容じゃないと思うけど、まあ俺だったら許すよ。こう見えてエドワルドさんに人形作りを習ったことがあってな。簡単なものなら俺にだって作れる。あんたには人形を作るための工具と木材を用意してもらいたい。工具はエドワルドさんの家の地下、アトリエの倉庫にしまってあったはずだ。木材はこの森に生息する現在の宿り木を倒せば落とすことがある。両方を手に入れたら俺のところまで戻ってきてくれ。それじゃ頼んだからな。了解だ。じゃあまずはここにいる奴らからやろっか。あ、落とした。やったぜ。うん、現在の宿り木は加工しやすそうな木材を落としていった。人形、あれ待って、これさ、そっちができんのかな。俺なんとなくだけど、ドロテアの人形ができるんじゃないかなっていう期待があるんだけど、そらないか、さすがにはないか。あ、ここか。もう誰もこの部屋使わないんだろうな。飲み屋、木槌など人形を作るための工具が入った箱がある。エドワルドの工具箱を手に入れた。うわ、ロベに届けようか。おお、戻ってきてくれたんだな。どうだ、工具と木材は用意できたか。うん、持ってきたよ。ロベールにエドワルドの工具と人形用の木材を、うん、渡そう。ヒューガはロベールに、ああ渡そうとした。あ、いけるのかな。ああ、ありがとな。そんじゃちゃちゃっと新しい体を作るとするか。あれ、まさか俺幽霊だから物に触れないかーい。自分で突っ込むな。もう俺なんかそんな気してたもん。なんか結局俺がやることになるんじゃないかなって気がしてたんだけど、俺じゃないのかこれは。盲点だった。俺幽霊だからそもそも工具すら手にできねえじゃねえか。こうなったらお前に俺の体を作ってもらうしかない。作り方は俺が教えるから頼むぞ。いけるか。うん、そう、そこを削ってこのパーツをここに取り付けて。ああ、どうもうまくいかないな。え、大丈夫か。え、ヒューガはロベールの指示のもと人形作りに取り組んだ。そしてなんとか人形が完成した。俺の教え方が悪かったのか。妙な見た目のができちまったが、入ってみた限り問題はなさそうだし、いいか。大丈夫かな。ヒューガはロベール人形を手に入れた。うん、よし、俺をムニエカの町にいるおふくろのところへ連れてってくれ。おふくろの名前はオルーサって言うんだ。まあ、わかったけど、大丈夫、どんな見た目な。オルーサさん来たよ。あー、ヒューガさんかい、よく来てくれたね。こんなバーに何か用でもあるのかな。いやー、あ、今来るぜ、ロベル人形渡そう。どんな感じな。ヒューガはオルーサにロベル人形を渡した。はーて、なんともブサイク、いや個性的な人形だね。お前さんが作ったのが、まあ共同作業だね。おふくろ、おふくろ、昔と何一つ変わらない。会いたかったおふくろ。気づくかな。あ、こういう感じなんだ、見た目。そっか。今、この人形が喋ったのかい。この声はまさか。ロベール、ああ、ロベール、あんたなのかい。どうしてそんな妙な姿に。この姿については気にしないでくれ。お袋黙って出て行ってすまなかった。あの頃は自分のことしか考えられなくて、毎日ひどい言葉で傷つけてばかりいた。お袋の気持ちも考えもせずに。俺はもう一緒にいられないけど、それだけはどうしても謝りたくて、どうか許してくれ。本当にどうしようもない子だよ。バカで自分勝手で黙っていなくなったりして。だけどね、どんなことをしてもどんな姿でいても、あんたは私の大切な息子。もう会えることはないと諦めていた。きっとこれきりなんだろうけど、帰ってきてくれてありがとうね。おふくろ、おふくろ。ごめん、ごめんよ。うわー、ロベール、そうだよな。あれ、ロベール、消えしまうのかな、このまま。この子は私の元へ連れて帰ってくれて感謝するよ。ヒューガさんは天使のような人だね。いや、俺以外に天使はいたよ、この町に。ああ、あんたのおかげでおふくろには直接謝ることができた。思い残すことは何もない。やっと安らかに眠ることができる。本当に。ありがとう。ロベールの魂は天に召され、ロベール人形は動かなくなった。セアトロに報告しに行こう。うわあ、オルサさん、
あの子は私の元へ連れて帰って、うわ、天使のような人だね。まったくロベルトと来たら言いたいことだけ言って本当にどうしようもない子さ。だけどね、あの子は最後にちゃんと親孝行して言ってくれた。私の自慢の息子で、うわー、そっか。そこにある人形の中にはもうロベラいないけど、大切にするさ、するつもりさ。ずっと忘れないようにね。そっか。どこに置いてんの？そこに置いてある。ここか。うわー、そっか。返事がない、ただの人形だ。割とうまくできてると思うけどね、これね。おお、ヒューガさん、どうです？例の声については何か分かりましたか？まあ、分かったけど、ヒューガは謎の声の正体がオルーサの息子ロベールだったこと、ロベールがオルーサに再会したことで満足し、昇天していったことをセアトルに説明した。なんと、行方不明だったロベールさんがまさかそんなことになっていたなんて。オルーサさんはずっとロベルさんの帰りを待ち続けていました。どんな形であれ、二人が再会できたことを嬉しく思います。ともあれ、私も心配事が解決してほっとしました。こちらはささやかですが、感謝の気持ちです。ありがとう。まあ、そっか。そうだね。だから、そっか、この町の人がああいう風になるっていうんじゃなかったってのは、まあ分かったけど、そうだね。まあいつかみんなの終わりが来て、そうだね。でも何も言えねえや。何も言えねえ。もしかしたらエドワールドさんももう帰ってこないのかもしれませんね。でも私は彼を信じて待とうと思います。なんせ時間だけはたっぷりありますからね。あれ、クエストリストは新しいの増えた。新しいお友達、ありゃ、あら、増えた。終わる感じでいたけど、あ、まあ、いや、じゃあやろう。あのね、さっき知らない男の子が街の中を走ってるの見たの。え？なんだろう。気になって後を追いかけたんだけど、転んで見失っちゃった。幽霊なんじゃないか、それ。私、あの子とお友達になりたいな。だってお友達が増えたら絶対楽しいもん。まあ、そりゃそうだよな。ねえねえ、お兄ちゃん。あの男の子を探すの手伝って。お願い、お願い。任しとけってんで。やってやろう。ゼーラズマ鉱石ももらえるしね。はい、ありがとう。お兄ちゃん大好き。お兄ちゃん大好き。ありゃ、やった。まあ、リオネさんごめんな。ちょっと俺娘さんはさすがにいただけないから、ナブレットおじちゃんの次くらい。ナブレットおじちゃんよりもじゃないんだね。あのね、エドワルドさんが帰ってくるまで町のみんなで交代でお花にお水をあげることになってね。それでね、今日は私がお当番だったの。そこで男の子を見かけたんだよ。町の人で私の他にも男の子を見た人いないかな。聞き込みしてみようよ。聞き込みいいよ。新しいお友達を受けました。新しいお友達じゃないんだろうな。じゃあ人に聞いてみるか。じゃあ近くにいるリュシュさん。男の子ならさっきここ走っていたよ。この辺じゃ見かけないエキゾチックなお洋服を着ていたからついつい目で追っちゃった。エキゾチック。あと関係あるかわからないんだけれど、今はもう誰も住んでいない空き家に誰か入っていた気がしたんだよね。あ、空き家っていうのは旅人バザーの階段を登った正面のお家のことだよ。旅人バザー、あ、こっち？あ、ここ？ここか。お邪魔します。あ、ここ？まあ明らかな、明らかに怪しい人がいるね。色合いはまあ俺の好みだけど、他なんかあったりする？なんもないかな。本棚があったりしないね。アイシャさん、なんかイルーシャにちょっとなんか似てるけど気のせいか。どうも。ここにもいない。まったく、もうあの子ったら、どこに行っちゃったのかしら。誰よあんた。ん、どうした？アリフ、アリフ、あら、ごめんなさい。息子かと思ってつい大声を。俺ぐらいの年齢なん？え、鎧が喋ってる。私たちと同じなのかな、あれ。え、いや、人は、中に人いると思うよ。なんか肌色見えるもん、首元。
はじめまして、鎧さん。私はオネット。あなたは誰ですか？ごめんなさい、怖がらせちゃったかしら。私はアイシャ。アマラークという町に住んでいたのだけれど、あそこにはとても危険な魔物が出るので、息子と共に旅に出ることにしたのよ。あ、そうな。もう大丈夫だよ。安全だよ。その途中で空飛ぶ鳥のおもちゃを見かけ、それを追ってこの町に着いたのはいいのですが、息子とはぐれてしまい、あ、そっか。この辺りでアーリフという男の子を見かけませんでしたか？ねえねえ、お兄ちゃん。私が見たのってアーリフくんじゃないかな。絶対そうだよ。鳥のおもちゃってチュピちゃんのこと？そういえば最近見かけなかったんだけど、どうしたんだろうね、そういや。もしかしたらチュピちゃんエドワルドさん家に帰ってきてるのかも。そこにアーリフくんもいるかもしれないよ。鎧ママさん、私たちがアーリフくんを探しに行ってあげる。鎧ママさんはここで待っててね。お兄ちゃん、エドワルドさんのお家に行って、チュピちゃんとアーリフくんを探してみよう。わかった。行こうぜ。じゃあ待っててろよ。息子を探しに行ってくださるなんて親切な方、ありがとうございます。行き違いにならないよう、ここで待っていますね。うん。お手間をおかけして申し訳ありませんが、息子のことをどうかよろしくお願いします。任しとけ。アトリエの中で誰かが話している。やっと追いついた。ねえ、君これ君のでしょ？さっき落としていくのか見かけたんだ。ちゅ、何やってんの？うわー、どうした？今のってアーリフくんの声？でもなんか様子がおかしいよ。怖いけど中を確かめてみない。まあ中に入ってみよう。待って、これで強さの選ぶやつが出たらどうしよう。強いから弱いまで。あれ？あれ？本当に出ちゃった。本当に出ると思わなかった。じゃあ強いでいこう。え？あ、チュピちゃん！俺お前と戦うのかい？チュピちゃんどうした？え？ジェノサイドモード何やってんの？何言ってんの？え？ジェノサイ何言ってんの？チュピちゃん。チュピちゃん何やっとん？マジックバリアやとこね。うん、キリキリマイ。あ、結構喋るんだね、チュピちゃん。キビビチュチュチュオーバークルク。ああ、倒した、ありがとう。バラバラになっちゃった、チュピちゃん。うん、いいよ、チュピちゃん倒したぜ。で、どうだ。あ、みんないるな、チュピちゃん大丈夫かよ。オネット、チュピちゃんが人を襲うところを初めて見た。すっごい怖かった。何なんだろうな。壊れちゃったの？壊れてはないと思うけど。うん、助けてくれてありがとうございました。僕はアーリフって言います。普段はお母さんと旅をしてるんだけど、この町に来る途中で灯台にぶつかりながら飛んでいるこの子を見かけて、灯台にぶつかりながら、その時に一本ネジを落としていって届けてあげようと追いかけたんだけど、あんなことになっちゃったんだ。一本ネジが取れちゃったんだ。頭のネジ外れてんじゃねえかの。本当にそういうバージョンだね。はじめまして、私オネット。あなたのママの鎧さんに頼まれてあなたのこと探しに来たの。お母さんが？そういえばこの子に夢中になりすぎてお母さんのこと忘れてた。あー、どうしよう、後で謝らなきゃ。怪我とかしてない？大丈夫？チュピちゃんが怖いことしてごめんね。いつもは本当に優しくていい子なんだよ。チュピちゃんどこか故障してるのかも。アリフ君、チュピちゃんのネジ拾ってくれたって言ってたよね。うん、それきっとチュピちゃんの部品だよ。返してあげたらきっといつものチュピちゃんに戻るよ。戻るかな。そうだね、ネジ一本だけだったら僕にもつけられるかも。ちょっと待ってて。手で締めんの？アリフは使い古された工具を取り出し、あ、持ってんだ。ネジを、チュピちゃんの頭に取り付け始めた。んしょ、この工具お父さんの形見なんだ。持ち歩いててよかった。んしょんしょ、これでどうかな。いけた？うん、動かない。付け方が悪かったのかな。あれ？どうした？ああ、もう一つネジの穴がある。もしかしたら灯台の近くにもう一本落ちてるのかもしれない。でも困ったな。あんな高台にある。高台にある灯台に近づくなんて僕にもお母さんにも無理だよ。あったっけ、そんな。そうだ、お兄ちゃんなら灯台の近くにチュピちゃんのネジが落ちてないから見てこられるんじゃないかな。一応止めるがね。だってお兄ちゃんさ、ナブレットおじちゃんのお友達でしょ。サーカスの芸でお空も飛べたりするんでしょ。うわ、まあ、そうっすね。本当ですか？この子がぶつかった灯台は町を出て南東にありました。そこを探せばネジが見つかるかもしれません。まあ行くけど、チュピちゃんは目に、うん、そうだね、行ってみよっか。あのさ、それ俺が飛べなかったらもう罪じゃん。まあ頑張って崖よじ登るけどさ、その時は。これがネジじゃねえかな。
あ、木で作られたネジが落ちている。これがチピちゃんが落とした部品だろ。このダダピロの中でよく見つけたな俺。よかった、これなんか岩と岩の間とかさ、絶対取れねえだろって場所に入り込んでなくて。返事がない。チピちゃん壊れちゃってるもんな。まあ、あんだけ攻撃したからね。どうですか、この子のネジ見つかりました。見つけたよ。うん、渡そう。渡した。ありがとうございます。やっぱり落っことしてたんですね。これを戻せばきっと治るはず。ああ、どうだ。うん、しゃんしゃ、ネジを締めるのってすっごく力がいるんだな。父さんは軽々とやってたのに。うん、しゃんしゃ、これでどうかな。どうなった。チュッ。あ、チュピー。あ、よかった、チュピちゃん治った。万歳、やったやった。チュピちゃんが動いた。いつも通りのチュピちゃんだ。あれ、どうした、なんか今、ハテナ出した。誰が出した。チュピー。チピちゃんってばさっきまで頭のネジが外れて大暴れで大変だったんだよ。でももう大丈夫、アリフくんが直してくれたんだ。チュピー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 。なんて言ってるんだろう。チピちゃんね、直してくれてありがとう。あなたは命の恩人ですって言ってるみたいで。あ、いや本当にわかんの。命の恩人だってそんな風に言われると照れちゃうな。へへ。ところでチピちゃんはなんで町の外にいたの。ひょっとしてエドワルドさんを探しに行こうとしてたの。チュピー。そっか、一人寂しかったんだね。じゃあエドワルドさんが帰ってくるまで私たちといっぱい遊ぼうよ。チピチュピチュピー。チピちゃん寂しかったんだね。でもオネットちゃんが遊んでくれるならこれからは寂しくなくなるよね。あ、アリフも一緒に遊べば。あ、そういえばお母さんも僕を探してるんだっけ。お母さんが待ってる場所まで案内してくれませんか。いいよ、任しけ。はあ、アリフ無事でいて。うん、ちゃんといるよ。お母さん、うん、連れてきたぜ。アリフどこに行ってたの。とっても心配したのよ。町の外で見かけた鳥さんが困ってて、オネットちゃんとお兄ちゃんと一緒には助けてあげたんだ。お母さん黙っていなくなってごめんなさい。どこも怪我してない。大丈夫、あなたが無事ならそれでいいのよ。うん、大丈夫、どこも怪我してないよ。お兄ちゃんが守ってくれたから無事だよ。息子のことを見つけてくださって、守ってくださってありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。まあ、チュピーちゃん治ってよかったな。鎧ママさん、アリフ君とまた会えてよかったね。二人はこれからどうするの。アマラク以外にも人が暮らせる町があるのではと思い旅を続けてきてここまでたどり着いたのだけれど、じゃあ二人ともここで暮らしなよ。ミニアカは花と笑顔が咲き誇る幸せな町、きっと気に入ると思うよ。二人がここで暮らしたいって言ったら町のみんなも大喜びで歓迎会を開いてくれるよ。ああ、いいね。だんだんやっぱこうやって、うん、移民が増えてムニアカの街がだんだんね、変わっていくんだろうな。このお家前から誰も住んでないから、ここは二人のお家にしていいか。私がみんなに相談してみる。まあ、アリフを探して街中をさまよってた時、実はこんな街に住めたらいいのにと思っていたの。もし住民の皆様が私たちを受け入れてくださるなら移住したいけれど、アリフ、あなたはどうかしら。うん、僕も賛成。オネットちゃんは親切だし、チュピちゃんも可愛いし、僕もここに住めたら嬉しい。やったー、嬉しいな。早速みんなにアリフ君と鎧ママのことを教えてあげなくちゃ。お兄ちゃん、いろいろお手伝いしてくれてありがとう。これは私からのお礼だよ。ありがとう、めっちゃ高価なもんくれた。やったぜ。あ、そっか、ムニエカの街どんどん変わってくんだな。こうやって歓迎会の準備もしなくちゃ。ニルダお姉ちゃんも、お姉ちゃんにまた美味しいごちそう作ってって頼まないと。味見できないけどね。新しいお友達、毎日何して遊ぼうかな。楽しみ楽しみ。まあでも人形ってのは分かんないよな、この子たちは。お兄ちゃんこんにちは。最近はおネットちゃんと曲芸の練習してるんだ。チュピちゃんも芸を見に来てくれるんだよ。ナブレットさんってサーカスの人みたいにすごい技ができるようになりたいな。ここに来てから毎日がずっと楽しいよ。うわ、よかったな。アイシャさん、あの顔ずっと隠しっぱなんだね。あら、ヒューガさん、その説は大変お世話になりました。息子が無事で何よりでした。ようやく安寧の地にたどり着けたんですね。うれしくて涙が。うわー、ずっと大変だったんだろうな。夫が魔物に襲われ殺されてしまい、それがきっかけでアマラクの地を離れることにしたんです。うわ、そっか。彼は腕のいい鎧職人で、この鎧も彼が作ったものなんです。私たちの旅をずっと支えてくれていました。長い旅も終わり、この鎧も脱ごうかと思いましたが、夫が作った遺作ですので肌身離さずつけ続けることにしたんですよ。ところで話は変わるのですが、この町確かに安全で皆さん親切なのですが、なんだかおかしなところが多くて。あー、そうだね、
アイシャにこの町の住民たちが人形であること、教えようか。まあそんなことが。いや大丈夫です。この子が安全に幸せに生きていけるならそのくらい取るに足らないことです。私も意に介しません。うん、そっか。まあそうだね、いい人たちだからな、ここの人たちはみんな。うわ、そっか、一旦これでバージョン 7.1 のクエストは全部終わったな。じゃあいよいよ行くか。あ、多分ここだよ。おっと、神春めい、ポルテ、これが最後だよ。一旦は酒場に船盛りはあるかな、探しに行こう。一緒に行こう、ポルテ。俺お前と一緒にご飯食べれて幸せだったよ。また3ヶ月一周後な、なんて言ったら今もう口がもうろれつが回ってんねえや。ここか、よし。じゃあここがポルテの探していた場所のようだ。ああ、ポルテ、一緒に行こうぜ。船盛りだよ、ヒューガ、探してくれてありがとう。ポルテのためだったら俺はどこへでも行くし何でもやるよ。すごいすごい、小さいお船にお刺身がいっぱい。本で見た通りだ、お刺身いいな、俺も一緒に食いてえな。お船は木工職人さんが作ってるのかな、お刺身は板前さん。すごいね、芸術だね、食べるのがもったいないとか言ってると俺が先に食っちゃうぞ。なんて嘘、早く食べてみたい。私注文してくるね。いいよいいよ。そうそう、ご飯は頼まないと。ヒューカーどうする、量を選べるの。いや、まあ俺ちょっと少なめかな。最近いっぱい食べちゃってるし、私も少なめしよ。ごめん、あ、俺のせいみたいな感じになっちゃって。いや、ポルテはだっていっぱい食っていいよ。俺は今ちょっと糖質制限してるだけだからいいよ。だってポルテだって今だって育ち盛りなんだから、いっぱい食え。それじゃ頼んでくるからちょっと待っててね。かわいい、かわいい、かわいいわ、うちの娘かわいいな。ご飯炊きたてほっかほか、冷めないうちにいただきま。かわいい、めっちゃかわいいよ。おいしい、かわいい。ヒューガとポルテは茶碗を片手に船盛りを平らげた。はあ、美味しかった。お刺身とご飯って相性良すぎるよね。結局おかわりしちゃった。いいんじゃねえか、いいよ、いっぱい食べていっぱい成長して、そして立派な大人になるんだぞ。いろんなとこ連れてってくれてありがとう。ヒューガにはお世話になったし、俺は私だ。いや俺なんかいいよ。エテーヌの村の私の家に来てくれる？アルバムの近くに俺を置いとく。あ、マジで？ありがとう。何くれんの？光ってんな。どうしたん？ヒューがいろんなところに連れてってくれてありがとう。そこに俺を置いといたから受け取って。何くれんの？タイムマスターメダルを手に入れた。あ、まあ嬉しいな、嬉しい。俺ポルテからもらえるもん全部嬉しい。タイムマスターメダルか。なんかポルテの手作りお弁当みたいな感じになってなかった。特殊編のニジャリガット。ヒューガとのお出かけ楽しかったな。またいろんな街の名物をリサーチしておくね。そのうち新しいグルメも用意してここに置いておくから見に来てくれると嬉しいな。そう、そっか。ちょっと見よう、写真見る。よいしょっと。タイムマスターメダルか、かわいい。あ、箸なんか慣れてないな。神春類の船盛り、見た目がゴージャス。お刺身でご飯が進む。ねえ、進む。かわいい。あー、いやそのさ、だからね、そう、箸の持ち方ね。まあ俺もそんなねえうまいわけじゃないけど、ちゃんと持ち方はできてはいるからさね。ちゃんと練習してね。私、生のお魚を食べるの初めてだったんだ。実はちょっとだけ怖かったけど、すっごく美味しかった。
そっかそっか、怖いっていう、そうだよね、怖いって思うのか。そうだよね、初めては。お刺身のテイクアウトはできなかったから、ラキエのお土産はおにぎりの詰め合わせにしたの。どうだった？どうだった、ラキー？あれは好き。いやー、かわいい。なんだよ、なんだよ、ラキー。おお、今までにない好感触。嬉しいな、嬉しいな。ラキはどれが好きだった？私はやっぱり鮭おにぎりかな。やっべ、口角上がったまま下がんないんだけど。やべ、口角がやばい。もうどっちも、いや、二人とも可愛いな。ちくしょう。たくあん、たくあんな。あ、たくあんが好きな。あ、そう、たくあんね。そっか、たくあんが好きか。そっかそっか。そっち？おにぎりじゃなくて付け合わせ？そういえば、レンの村のフルーツも食べっぷりが良かったね。もしかしてラキはお野菜とか果物が好きなのかも？まあ、体にいいかな。ラキも一緒に、あ、ラキじゃ間違えた。ポルテも一緒にそういうの食べた方がいいぜ。健康にいいかね。そっか。ね、もうこれを取った日付が分かっちゃうのがすごい恥ずかしいけどね。ねえ、そっか、真っ昼間にやってんじゃねえよって、ごめんなさいね。だって空いてる時間これぐらいしかないんだもん。で、ラッキー。あー、話増えたたりしないか。いやー、ラッキー、お前、かわいいな。ちょっと待って。これさ、仕草さ、もう反応してくんないのかな。あ、あ、いけるいけるいける、やってくれた。いただきまーす。かわいい。かわいいよ。うわ、ポルテ、お前。かわいいよ。左のポルテもかわいい。じゃあ、ほんとここまでありがとうございました。またバージョン 7.1。一旦終わったからアストラジアをやって、でドラクエ10の、動画はストップするかな。すっげえ寂しいじゃん。ポルテと一緒にご飯行けないのすっげえ寂しいもん。つらね、待って、今ドラクエ4もやってるけど、ドラクエ4終わったらドラクエ5どしどしやっていくね。でバージョン 6.5 じゃねえや、 7.2、7.2 が来るまでの間にもう終わる感じにしたいから、もうどしどし進めていくわ。ってことでお願いします。じゃあここまで本当にありがとうございました。また次のストーリー、他のゲームとかでもお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価、 X のフォローお願いします。じゃあ次の冒険で。